技術の進歩により世界の距離は縮まった。しかしその代償として国家機関や有名企業の監視カメラ映像が流出。 SNS からはあらゆる個人情報まで特定できる時代となってしまった。ボーダーレス、その言葉からは光り輝く自由が想像されたのだろう。しかしここに集まったのは普段は見えることのない闇の世界が日常的に隣接することを証明する真のボーダーレスな世界。これらの映像を目の当たりにしたとき、果たしてあなたは正気でいられるのか。これは交通事故の発生の多い交差点に設置された交通事故を記録保存するための防犯カメラの映像である。絶対にあってはいけない公的機関資料の流出だが、一説によるとコンピューターウイルスにより拡散したと言われている。どんよりと暗い雨の中、カメラは何を捉えてしまったのか。
お分かりいただけただろうか。男性が渡り切った横断歩道、中央あたりに立ち尽くす長い髪の青白い姿を。もう一度ゆっくりとご覧いただこう。傘を差した男性が横断歩道を渡り切った後、道路上にワンピースを着た女の姿がはっきりと映る。その上半身は男性を追いたいかのように動くが、下半身はまるで縛り付けられたかのように動けないように見える。多発する交通事故の被害に遭い、恨みでどこへも行けなくなった悲しい女の自爆霊だろうか。これはあるビルの裏口らしき場所に設置された防犯カメラの映像である。某 SNS で不特定多数のユーザーに送りつけられたメッセージ、その中に貼り付けられていた URL から見ることのできた動画だという。現在は見ることができないそうだ。お分かりいただけただろうか。うずくまる女性の上に覆いかぶさるような影が現れるのを。
う一度ゆっくりとご覧いただこう。ビルの裏口と思われる場所に倒れ込む酔っ払いの女性。駆けつけ助け起こそうとする警備員を女性が手で振り払う。その瞬間、女性の背中にべったりと覆いかぶさるような姿が確認できる。脱力し、女性に完全に体を預けるその姿は、女性に縁のあるものなのか、それとも、どこかで取り憑かれてしまったのだろうか。これは多発する賽銭泥棒の監視のために設置された防犯カメラの映像である。とある SNS の動画サイトに誰かが投稿し流出した動画だそうだ。現在は投稿動画もアカウントも削除されているという。人々が己の欲のままに願い事をし続けるこの場所に集まる闇の姿とは一体何なのか。お分かりいただけただろうか。女性が立ち去った後、賽銭箱の中から伸びてくる無数の白い手を。もう一度ゆっくりとご覧いただこう。参拝客の女性がお参りを終え
立ち去った後、賽銭箱の中から何かを掴もうとでもするかのように指を動かしながら白い手が何本も伸びてくる。金に吸い寄せられた亡者たちか、それとも人間の欲の匂いに集まる者たちなのか。これはどこかの小さな事務所の出入り口にいたずら防止のために設置された防犯カメラの映像といったところか。とあるネットカフェにて PC に刺さったまま置き去りにされていた SD カードに保管されていたのだそうだ。置き去りにしたのは果たして人間だったのか。お分かりいただけただろうか。男性がドアから出たその後、まるで見送るかのように立ち尽くす白い影。もう一度ゆっくりとご覧いただこう。忘れ物でもしたのか、何度もドアを開け閉めした後、慌ただしそうに男性が出て行ったその後に、白い髪の長い影が立ち尽くしている。その場所から動けないかのように男性を恨めしそうに見送っているようにも見える。何回も繰り返されたドアの開け閉めは、もしかすると男性を引き止めようとこの霊が邪魔をしていたのだろうか。
閉塞しているがために人目につきにくく、性犯罪や窃盗が繰り返し起こっていた地下道路に設置された監視カメラの映像である。中古で購入した PC に保存されていた動画だという。閉塞された地下道路には闇の世界が日常的にうごめいているのか。お分かりいただけただろうか。女性が助けを起こそうと差し伸べたその腕の上にもう一本腕が重なるのを、もう一度ゆっくりとご覧いただこう。不自然にも突然倒れ込む自転車と男性、駆け寄り
助け起こそうとする女性の妙に白い腕が薄い影となり現れた。男性が突然倒れたのはなぜなのか。なぜ女性の腕と重なるように怪異現象が現れたのか。倒れた自転車と白い腕に関連性はあるのか。そもそもこの白い腕と数々の事件との関連はあるのだろうか。謎は深まっていくばかりである。これは園内の盗難やいたずら防止のために設置された防犯カメラの映像である。この動画は友達から譲ってもらったパソコンに保存されていたのだそうだ。だがその友人によると、その動画の存在には全く覚えがなく、見たこともないそうである。一見、動物園でののどかな様子を捉えた映像だが、そこには存在しないはずのものが映っていた。お分かりいただけただろうか。男性が柵から離れたその向こう側、ぼんやりと浮かび上がる人らしき姿を。もう一度ゆっくりとご覧いただこう。雨の中、フラミンゴを見る男性が柵から手を離したその向こう側、少し離れた場所に同じようにフラミンゴを見ているかのような
ぼんやりとした影が浮かび上がる。フラミンゴと中南米風の建物の陽気さにはおよそ似つかわしくないその姿は、一体どういう理由でこの場所に引き寄せられてきたのだろうか。これはこのように地域の者たちが子供を見守り、犯罪被害を防ぐため街中をパトロールする際に自転車のカゴにカメラを設置して撮影されたようである。自宅とのネットワークを使用していたためにファイル共有ソフトを通じて流出してしまったという。
かりいただけただろうか。車が目の前を横切った際、カメラが大きく左を向く。その瞬間、塀の上に現れた者の姿を。一度ゆっくりとご覧いただこう。黒いワンボックスカーが目の前の道を横切り、カメラが一瞬大きく左側に触れたその時、ブロック塀の上に膝までの白い服を着た姿がぼんやりと映っている。足元は裸足のようだ。なぜこの霊は塀の上に立っているのだろうか。撮影者に何かの警告を発しているのだろうか。昨今起こっている子供に関する事件と何か関連性があるのだろうか。これはストーカー被害が続出しているあるアパートで、このような防犯カメラを取り付けた際に撮影されたという映像である。某セキュリティ会社からコンピューターウイルスによって拡散したと言われている。ストーカーという違法行為は果たしてどんな闇を引き寄せるのか。お分かりいただけただろうか。女性が出かけた後にやってきたストーカーとおぼしき男の背後にピタリと張り付く怪しい姿を。もう一度ゆっくりとご覧いただこう。女
性が出かけ、それを確認したかのように男がドアの前にやってくる。ストーカーとおぼしき男は合鍵を使い家の中に侵入。その男の背後にピタリと寄り添うように怪しい影がつきまとう。男はこの影によってストーカーとなってしまったのだろうか。いや、もしかするとストーカーという人道に反する行為自体がこの霊を呼び寄せてしまったのかもしれない。これは車に異常を発した際に映像システムが作動するという防犯カメラ、車載防犯映像である。そこには盗難するまさにその時の映像だけでなく、恐ろしいものも映っていた。後で気づいた持ち主がその存在に気づき、 SNS に投稿したところ、流出してしまったという。犯罪性もあるため、現在投稿動画は削除されているという。お分かりいただけただろうか。キーをいじっている犯人の背後に、男とおぼしき白い姿が、最初は遠くに、そしてだんだんと近づいてきているのを。もう一度ゆっくりとご覧いただこう。怪しい男がドアキーのあたりを探っている。犯人の体が
左側にカメラアウトしたとき、後方に若い男性とおぼしき白っぽい姿が浮き上がっている。犯人がまた映像内に戻ると、一旦は隠れたものの、また左にカメラアウトすると、先ほどと同じ白っぽい姿が確認できる。しかも、だんだんと犯人に近づいてきているのがわかる。この霊は犯人に引き寄せられてきたのか、それとも何か警告を発しているのか。この犯人は無事捕まったが、言動がどこかおかしかったとも聞く。いかがだったであろうか。闇の世界はいとも簡単にその姿を垣間見せる。これらの映像の流出は本当に人が起こしたものだったのか、それとも異界との接触が引き金となり異常現象を起こし流出してしまったのだろうか。もしもそうだとしたら、闇の世界は一体私たちに何を語りかけたいのか。真のボーダーレスな世界を目撃してしまった今、あなたの横にも闇への入り口がぽっかりと開いたのかもしれない。今夜、あなたのスマホの中に、カメラの中に、SD カードの中に、PC の中に、見てはいけない姿が記録されるのかもしれない。